キーラ・リンダ・カトリーナ・コルピボルヘスは、フィンランド・タンペルシ出身の元フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック2010年、バンクーバーオリンピックフィンランド代表、2012年、欧州選手権2位、フィンランド選手権、優勝5回。趣味は、スノーボード、読書、ヨ画、ガ、バレエ、ダンスなど。好きな食べ物は、アイスクリーム。語学が堪能で、公用語のフィンランド語。 スウェーデン語に加えて英語とドイツ語を話す。得意な学科は生物。高校の卒業試験と例年3月に開催される世界選手権の時期が重なってしまうため4年かけて卒業した。現在はタンペレ大学に入学し企業経営を学んでいる。自身がデザインするスポーツ医療ブランドを持っている。父親のラウノ・コルピは有名なアイスホッケーのコーチで、 1998年、長野オリンピックでは、フィンランド女子チームを銅メダルへと導いた。地元タンペレの通称ハカメサと呼ばれるアイススタジアムを練習拠点としている。6月から7月にかけて、ハカメサは閉鎖されてしまうが、近年はその期間を海外での合宿に当てている。2005年は、アメリカ合衆国のカリフォルニア州、レイク・アローヘッド。2006年は、 エストニアのタルトゥとスペインで合宿を行った。2007年は同じくタルトゥでアレクセ・ミーシンらの指導を受けた。2017年5月8日、トム・フォードに勤務する男性から7年間の交際を経てプロポーズを受け込み役した。2018年4月30日、イタリアコモコの湖畔にて結婚式を取り行った。トゥルクに住んでいた4、5歳の頃、 2歳年上の姉、ペトラの影響もあり、スケートを始めた。父の仕事の関係で1年間をオーストリアで過ごした後、タンペレに戻った頃から本格的に、スケートの練習に取り組むようになる。11、12歳の頃には3回転ジャンプをマスターし、2001年にはトリグラフトロフィーノービスクラスに初出場。2002から2003シーズンからジュニアクラスに移行し、 ISU ジュニアグランプリでは2度表彰台に立っている。2004から2005シーズンからはシニアの競技会にも出場し、2006年欧州選手権、トリノオリンピック、2006年世界選手権の活躍を通して世界的にも注目されるようになる。2006から2007シーズンから本格的にシニアに移行。体調不良もあり、フィンランド選手権で4位にとどまるが、 欧州選手権では持ち直して3位となった。2007から2008シーズン、初戦のフィンランディアハイでは5位と振るわず、グランプリシリーズスケートアメリカは病気で危険した。フィンランド選手権ではラウラレピストに逆転されて、僅差の2位。欧州選手権では5位。世界選手権では9位となった。2008から2009シーズンは、秋に原因不明の足の不調などに悩まされた。 リンクでの練習すらできない時期もあり、フィンランディアハイ、グランプリシリーズなどをすべて棄権。リハビリに耐える日々が続いた。12月に本格的な練習ができるようになり、復帰後の初戦となったフィンランド選手権では、自己ベストを更新する得点で優勝。欧州選手権への出場権を手に入れた。欧州選手権では、FS の演技開始後間もなくして、大きく転倒し、演技を中断。 その後、演技を再開して、総合5位となった。しかし、フィンランドの世界選手権の代表枠は2つだった。ために、フィンランド出場選手で最も下の順位だったコルピは、選出されなかった。2009から2010シーズン、シニアのグランプリシリーズで初のメダルとなる、銀メダルを中国杯で獲得。欧州選手権では、パーソナルベストを出す演技で2位につけたが、 FS で崩れ総合4位に終わった。バンクーバーオリンピックでは、前回のトリノよりも上の11位だったものの、世界選手権では過去最低の19位だった。2010から2011シーズン、エリック・ボンパール杯でシニアのグランプリシリーズ初優勝を飾った。SP で首位に立った欧州選手権では、前年と同じように FS で崩れたが、4年ぶりの銅メダルを獲得した。 2011から2012シーズン、グランプリシリーズでは、ロステレコム杯で5位、NHK 杯で6位とあまり良い成績は、残せなかった。欧州選手権では、自己最高位の銀メダルを獲得した。しかし、世界選手権は怪我のため、事前に出場を取り消す形となった。2012から2013シーズン、フィンランディア杯で2位。グランプリシリーズの中国杯では3位。 ロステレコムハイでは2年ぶりにグランプリシリーズでの優勝を果たし、自身初そしてフィンランドの選手では初めてのグランプリファイナルへの出場を決めた。アキレス腱の炎症が原因で欧州選手権への出場は辞退した。世界選手権も同じ理由で出場を辞退した。7月にはコーチをラファエル・アルトゥニアムに変更し、練習拠点をカリフォルニア州のレイクアローヘッドに移した。 2013から2014シーズン、ソチオリンピックの最終予選であるネイベルホルンハイを、左足のアキレス腱の部分断裂により欠場。最終的にはシーズンすべての試合を欠場するに、至った。4月には、手術を行い、6月末からはアメリカに戻り練習を、始めた。2014から2015シーズン、ドイツに練習拠点を移した。 オールデンスピンにて2年ぶりに競技に復帰し優勝。欧州選手権では SP4 位だったが、払い方と発熱が理由で FS は棄権した。世界選手権ではジャンプの失敗が響き SP31 位で初めて FS への進出を逃した。2015年8月27日、会見を行い競技からの引退を発表した。現在、または過去に、 活動の支援を受けた企業は、以下の通りである。マクドナルド、バリオ、EN、バルヨ、乳製品メーカー、活動資金援助、ボルボカーズ、プーマ、アスタビタ、ステラスピオ、ユーニクルマ、ルメネ、ボーカルゴ、アウディなど。また、ピルエッジやブリングチームなどのモデルも務めている。2007年からは、フィギュアスケートを取り巻く環境を整備してもらう条件で、 タンペレ氏の広告等を務めることに合意、フィンランドフィギュアスケート連盟、タンペレ氏と調印した。2011年、日本において、大分県に本社を置くサラビオ化粧品の広告モデル、そして、NHKBS プレミアム、北欧特集、キャンペーンキャラクターに起用された。ありがとうございます。